桃山学院大学は、大阪府泉市学び屋1-1一一に本部を置く日本の私立大学である。1959年に設置された。大学の略称は桃山、桃大、桃学部。桃山学院大学泉キャンパス外観、請求主礼拝堂桃山学院大学は、日本聖公会系のキリスト教主義学校であり、文系語学部の文科系総合大学である。 設立から半世紀以上学生数7000名程度の純大規模大学である。開学以来世界の市民の養成を見学の精神に掲げている。桃山学院大学が定義する世界市民はキリスト教精神に基づいて人格を投やし世界の市民として広く国際的に活躍しうる人材である。桃山学院大学は1959年に プロテスタント日本選挙100周年を記念して開学された。開学当初は経済学部の短化大学として大阪市安倍の区昭和町に構えていた。1966年に社会学部を設置し、1971年に東美洋科学者との移転統合した。その後、1973年の経営学部設置を川切に2学部1学科。 大学院に研究科を増設し、1995年にキャンパスを大阪府泉市に移した。この泉キャンパスに、現在も桃山学院大学及び学校法人桃山学院の本部が置かれ、大学院3研究科の増設、2008年に文学部から国際教養学部への改装を経て、5学部6学科4研究科を用する総合大学に発展した。 2019年、ビジネスデザインとリーダーシップ教育の両立を図る、関西初の学科、経営学部ビジネスデザイン学科を設置。2021年4月には、文部科学省からの認可を受け、ビジネスデザイン学部ビジネスデザイン学科へ改祖された。学部研究科短期大学部短期大学部は設けて、いないが、 1973年から1990年まで桃山学院短期大学が存在した。付属機関文部科学省の国交私立大学を通じた大学教育改革の支援プログラムに採択されたプログラム名を以下に掲げる。独立行政法人日本学生、支援機構奨学金や諸団体の奨学金を取り扱うほか、東大学独自の制度として、 経済的に困窮する学生に対する授業料減免制度や成績優秀者や海外留学に関わる給付奨学金制度を多く設けている。また資格講座や公務員講座の受講に関わる奨学金制度が設けられており、大学としては全体で約2億5000万円を支給している。桃山学院大学は学生料を有していないが、 大学が提携しているキャンパスにほど近いワンルームマンションを紹介している。桃山学院大学の学生によって運営されている体育会文化サークル連合の2体制で構成されている。その組織配下に60を超える部やクラブ、サークルがある。テーマ、泉キャンパス請求指令配堂、学校法人桃山学院の本部も置かれている大阪府泉島ナビアにあるキャンパス。 1991年、泉市と桃山学院との共同記者会見を行い、トリベール泉への移転を発表。1993年3月寄港、1995年4月に、竣工し、東美岡学者より全面移転した。日経設計による設計で、第2回大阪、心触れ合う、町づくり賞大阪府知事特別賞受賞。校内の H の形をした。 学びの橋はヒューマンとヒストリーの意が込められており、遠見を科学者にかけられていたアンデレ教のリメイクである。チャペルにおいては、卒業生や教職員などといった本学関係者に限って結婚式を挙げることができる。近隣には、キャンパスと一体感のある宮の上公園と泉市、泉の国歴史館がある。本学への通学バスは、 桃山学院大学から委託を受けた南海バスが、泉府中駅、泉大津駅、金剛駅のそれぞれより運行されている。授業開始、終了に合わせて基本運行しているため、授業のない全学休校日には、運休、減便等が発生する。なお、以前は、和歌山市駅、和歌山駅へも南海バスが運行していたが、2020年度末をもって廃止された。 泉キャンパスの最寄り駅である泉中央駅からの直行バスは一度廃止されたものの2021年度から南海バスが371系統として運行することとなった。また2021年度は新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み通学バスの減便が行われる。例年クリスマス前にはイルミネーションが飾り付けられる。また 店頭に合わせて、チャペルコンサート、クリスマス礼拝や、キャンドルナイトといったイベントが催される。アベノ BDL 大阪市安倍の区昭和町にあるキャンパス。2020年9月、桃山学院中学校、高等学校の敷地内に併設される形で、それまで旧ビジネスデザイン学科のキャンパスであった、本町 BDL から移転し、安倍の BDL が誕生した。 なお、かつての昭和町キャンパスが1959年の、開学から1971年まで同地に設置されていた。アベノ BDL は、聖手もて館の4階から9階に配置。従来の教場イメージではなく、新たなビジネスを生み出すための学びの空間として、近年企業等でワーキングスペースとしても取り入れられている、交流と競争を促す最新のフロア設計となっている。 グループワークやプレゼンテーションなど、コミュニケーションスペースを各フロアのホワイエに配置し、教室も入り口の壁を取り外しカーテンとすることで、フロア全体を一つの教場としてつなげるなど、柔軟な発想を生みやすい環境を整えている。また、Wi-Fi6 に対応したアクセスポイントを各フロアに配置、各教室における ICT 設備環境も充実している。 かつて存在したキャンパス、昭和町キャンパス、大阪市安倍野区昭和町にあったキャンパス。1959年の開学から、1971年の東美岡学者への統合移転まで使用された。現在の桃山学院中学校、高等学校に位置し、市書、司書補公衆事務室といった、ごく一部の組織が置かれていたが、2006年度より、泉キャンパスに移転された。 現在ではビジネスデザイン学部が使用するアベノ BDL が設置されている。東名岡学者大阪府堺市西野にあったキャンパス。1995年の泉キャンパスへの移転まで使用された。校内の A の形をしたアンデレ教はアンドリューの頭文字を意味している。現在は学者跡地に初芝立命館中学校、高等学校、初芝学園小学校が移転し、 使用している。本町 BDL 大阪市中央区旧太郎町にあったキャンパス。旧ビジネスデザイン学科が阿部の BDL が建設されるまでの仮のキャンパスとして利用していた。現在は桃山学院大学生の就職活動や教育、研究活動の拠点として大阪市北区梅田に設置されていた梅田サテライトがその機能を本町 BDL に移転し、 本町サテライトを開設している。総合体育館総合グラウンドいずれもかつて存在した寮である。白浜セミナーハウスキャンパス以外にもいくつかの学外施設があり、運動系クラブの練習やクラブサークルゼミでの合宿などに利用できる。桃山学院大学は日本性公会関係学校協議会に加盟しており、同会加盟校は事実上の姉妹校関係になっている。 世界24の国と地域57大学と国際交流の提携を行っている。学校法人桃山学院では設置している教育機関をすべて同格に扱っており、大学を頂点とする付属学校は設置していないため、系列校でまとめている。ありがとうございます。